はい、皆さんお晩です。仙台弁講座第26回は五社ガルンです。この間もちょっと出たと思うんだけども、五社ガルっつうのは3、2、1、はい、わかりませんね。怒られるってことですね。おめえそんな教えて、おめえ五社ガっとこのおめえ、こういう風にね、仙台弁ではもうかなり頻繁にそこら中で飛び交ってる言葉ですね。森っ子のめこ、シャシャって言っておめえ、ごしゃがっとこのめこのつって、こういうね、こういう環境で本日は初めてやっておりますが、ほんではまず